ご視聴いただきありがとうございます。こちらは将棋部の動画となっております。少しの間ですがよろしくお願いします。部の紹介です。部員を募集しています。初心者経験者、どちらも大歓迎です。設備や活動内容など良いところがたくさんあります。興味のある方は質問等でも大丈夫ですので、ぜひご連絡ください。部の紹介は終わりです。 次に、ルールがわからない方でも楽しめるようにミニゲームを用意しました。詰将棋といって、1対1の対戦ではなく、与えられた条件で王様を詰にするパズルゲームです。実戦のように戦法を覚える必要はなく、コマの動きとなりというルールだけ覚えれば基本的にできるゲームです。コマの動かし方と成りについて紹介します。文章だとわかりづらいと思いますので、次のスライドで再度図を使い解説します。 動画を停止して照らし合わせるとよりわかりやすくなると思います。それぞれのコマは枠内のマスに矢印のついたコマはその方向へ端やコマにぶつかるまで好きなだけ移動することができます。コマの移動の記録を取るとき、将棋盤の上端と右端に書かれている数字と関数字を利用します。これを列にちなんだ数字、関数字、コマの頭文字の順に並べることでその場所への移動を表現しています。 左の番の左上から、82歩、52銀、22金、55玉、89K、29強といった感じです。移動先に相手の駒があれば、取って自分の持ち駒に加えることができます。王将と金将以外の駒は、右の将棋盤のように、裏に赤い字が書かれていて、なるときはこちらを表にします。積みの解説に移ります。 図のように敵の王将がどこにも逃げられず、こちらの金賞を王将に取られても、不評で取り返せるような状態を罪と言います。詰将棋は王将を大手で追い詰めて罪にするゲームであるため、図のように盤の端に追い詰めることが多いです。そのため、王将の前に打つと完全に包囲できる金賞は重要な駒となります。詰将棋のルールを記載しておきます。基本的にはマリオンまで理解していただければ大丈夫です。 簡単な問題を出題します。時間の都合上、10秒ほどで解説に移ってしまうので、自力で解きたいという方は動画を停止して、両方の問題を解いてから解説を主張することをお勧めします。5秒後に解説に移ります。解説に移ります。こちらは自分の不評の先、つまり532。 金賞、銀賞、どちらを先に打つかという問題です。答えは先に銀が正解です。罪みの解説でも言った通り、金は優秀な駒のため、基本的に残しておくのが良いとされています。先に金を打つと、銀は左右に移動できないため、右の図のように逃げられてしまいます。こちらは自分の強い駒と相手の駒を交換できるかという問題です。まず、41の相手の金を竜で取ることが正解です。 なった飛車である竜は金賞より広く移動できるため、自分の駒で逃げ道がない王将は竜を取るしかなく、その後は罪の解説の通り、玉の前に金賞を打ち、完全に包囲して罪となります。次の2問です。先ほど同様すぐに解説に移ってしまうので、知り切れ解きたいという方は動画を停止して解いてから解説を主張するようお願いします。 5秒後に解説に移ります。解説に移ります。こちらは一見、王様に直接王手をする方法がないようにも見えますが、そこで桂馬の出番です。その場所に打った桂馬を不評で取ろうとすると、次の手で中央の角行は不評が動いたことにより、矢印の通り王将を取ることができます。よって桂馬を取ることはできず、 92または72どちらに玉が逃げても金を打って詰みとなります。この問題は相手を番の中央に逃がしても良いのかという問題でした。負の先、つまり33に金を打つと、金賞は斜め後ろにはいけないため、どんどん中央に玉が逃げてしまい失敗です。正解は、飛車を玉賞の後ろ22から打ち取らせることで番の端におびき出し、33金から金賞2枚で 章を前から追い詰めることでした飛車を取らないと右の図の通り持ち駒の金賞が1枚余って罪みとなってしまいます飛車をさらに後ろの21から打つと相手は22に駒を打つことで守るため失敗となります最後に部員の考えた問題を出題して終わりとなりますこの問題の答えは解説が長くなってしまうため用意しておりません 気になる方は、わかる方に聞くか、ぜひ、将棋部に聞きに来てください。たくさんある詰将棋の問題を解きに来ていただけるだけでも、大歓迎なので、見学、体験入部をどうかよろしくお願いします。ご視聴、本当に、本当にありがとうございました。